皆さんこんにちは、レオです。僕は今 UAE ドバイに来てます。それでね、今ドバイの四つ星ホテルに滞在していたんですけれども、今からドバイの街並みを散策していきたいなというふうに思ってます。まずは今日僕が泊まってたホテルを紹介しようと思うんですけど、コートヤードバイマリオットダウンタウンドバイっていう結構中心地にあるホテルですね。ここのホテルめちゃくちゃ安くて、一番安い部屋やったら1泊1万2000円ぐらいやったんですよね。でジュニアスイートが1泊1万6000円やったんで、今回ジュニアスイートを直接予約しました。ここがリビングルームになってるんですけど、めちゃくちゃ広いですよね。今回ねジュニアスイート予約したらエグゼクティブスイートにアップグレードされてて、62平米ぐらいかな、結構広いんですよ。こんな感じでベッドルームが広がってて、ウェスティン京都になんか似てますよね、この鏡の感じとか。めっちゃおしゃれですね。でバスルームがこんな感じになってて、まあ、スイートなんでダブルシンクですね。でシャワールームとバスタブが独立しているってことで、めちゃくちゃ広いんですよね。ここにもシャワーありますし、あっちはねレインシャワーもあったんで、昨日シャワー浴びるのめっちゃ気持ちよかったですね。まずはドバイの未来博物館っていうところに行きたいと思います。歩いて30分の距離なんですけれども、さすがに暑すぎると思うんで電車で行きます。このホテルはまだできて1年とかも経ってないんで、すごいエレベーターとかも綺麗ですね。外に出てきました。今日は最高気温27度とかなんですけども、日差しが強いんで実質30度以上に感じられますね。めちゃくちゃ暑いです。ホテルの最寄り駅にやってきました。ワールドトレードセンター駅っていうところですね。あそこに見えてるすごい形の建物、あれが未来博物館ですね。結構近く見えるんですけど、歩いて30分かかるんで、さすがに電車で行こうと思います。僕は去年買ったゴールドの切符があるんで、ゴールド乗りたいと思います。去年も乗ったんですけど、こっちの方がやっぱり人少ないですし、座れるのがいいですね。ゴールドやったら運賃2倍なんですけど、めっちゃ快適なんでこっちの方がいいかなと思います。未来博物館はエミレーツタワーっていう駅から直結なんで、まあ、暑くないですし楽ちんですね。すごい、今の建物の中に入ってきてますね。この変な形の柄の内装になってます。めちゃくちゃ人いますね。ここ予約制らしいんですけど、僕予約取れなくって、予約なしで入れるかちょっと聞いてみたいと思います。なんかすごい犬みたいなロボットがいますね。めっちゃハイテクや。やっぱり予約なしやったら入れなかったですね。この列って予約してる人の列らしいんです。すごい人ですね。もうできて1年以上経ってて、僕去年ドバイ来た時もチケット売り切れで入れなかったんですけど、まだまだ人気ですね。1週間先までのチケット売り切れてるらしいです。なので次行かれる方は1ヶ月前ぐらいから予約しといた方がいいと思います。中は入れなかったんで、外観だけでも楽しもうかな。すごい形ですね。でっかい指輪みたいな形です。今反対側にやってきました。こっちから見た方が綺麗に見えますね。高さもかなりありますよね。あそこがビルあるんですけど、正直ねビルに負けないぐらいの高さありますよ。でこの下の部分なんですけれども、もし博物館に入ったらここの上に出ることができて、ここで記念撮影できるんですよね。次来た時は絶対予約していきたいと思います。あそこに人がちょっと見えてますね。ここにはおしゃれな公園みたいなところがありました。なんか伝統的な服みたいなやつを売ってる店があったりとか、こっちにはバーガーのお店もありますね。でも全然お客さんはいなくて、まだもしかしたら準備中かもしれないですね。次はアルカイルっていう駅にやってきました。パームジュメーラの近くですね。今日はパームジュメーラにあるマリオット系列の W ドバイっていうホテルに泊まるんですけど、パームジュメーラは結構行くの難しくって、ドバイメトロからまた乗り換えてモノレールで行かないといけないです。パームジュメーラのモノレールの駅にやってきました。地下鉄の駅からは10分以上歩くんで暑いですし結構大変ですね。
モノレールは片道20ディルハムですね。結構高いんですけど、だいたい800円ぐらいかな、片道。往復で買ったら30ディルハムで買えます。はい、今アトランティス・ザ・パームに到着しました。ラスベガスでいうベラージョみたいな感じのホテルですね。ドバイでも結構有名なホテルです。アトランティス・ザ・パームの水族館のお土産屋さんに来ました。ここからちょっとだけ水族館の中身見えますね。お土産屋さんの中にも魚がいました。あっちの水族館は入場料めちゃくちゃ高いんで、さすがにそれ払う必要はないんじゃないかなと思います。W ドバイザパームに来てます。ここはだいたい1泊5万円ぐらいの高級ホテルなんですけども、マリオットの無料宿泊特典で今回泊まろうと思います。今回はこちらのホテルのスイートルームを予約してあるんで、早速チェックインしていきたいと思います。じゃあこんな感じですね。右側はね、洗面所とかになってるんですけど、ここがすごいですよね。これリビングルームになってます。めちゃくちゃ広くないですか。60平米以上これだけでありそうですね。リビングルームだけで普通の客室の大きさを余裕で超えてる、とんでもない部屋になってます。じゃあ外に行きたいと思います。こんな感じで横にスライドする扉なんですけど、バルコニーじゃなくてテラスなんで、めちゃくちゃ広いんですよね。橋はあっちで、こっちの橋はここまであるんで、めっちゃ広いですね。でここにもソファーとかがあって、こうやって座ることができます。座り心地もめちゃくちゃいいですね。でここからあっち見たらドバイの景色が見えるんですよね。で一番奥に見えてるのがアインドバイっていう観覧車ですね。今止まってるんですけど、夜景とかもめちゃくちゃ綺麗やと思いますね。今夕方の6時ぐらいなんですけども、こんな感じで夕焼けもすごい綺麗に見えてます。ここがねリビングルームで、また戻ってきたんですけど、ベッドルームはこちらになります。ここのねめちゃくちゃ長い通路を通ったらこんな感じですね。赤色のベッドルームになってます。今1階のプールにやってきました。ここに W のロゴがあってすごいかっこいいです。昼間のプールはやっぱり暑いんで結構混んでますね。もうほとんどカバナ埋まってる状態なんですけど、パラソルとかもこういうタオルとかも全部無料で使うことができます。ファームジュメーラのモールに来ました。なんかめっちゃ綺麗な噴水がありますね。シンガポールのマリーナベイサンズにちょっと雰囲気似てるかな。そういえば今日昼ご飯食べるの忘れてたんで、めちゃくちゃお腹すきましたね。はい、リンタイフもやってきました。ちょっと並んでたんですけど、10分ぐらいで入りそうです。前リンタイフォン来た時はこのチャーハン食べたんですけど、いつもチャーハンばっかり食べてるんで、ちょっと違うやつにしようかな。こんな焼きそばとかワンタン麺も美味しそう。こんなに高くなくって 40×40、まあ、弱ぐらいしたら1500円ぐらいかな。今回は人生で初めてリンタイフォンの焼きそばを頼んでみました。いつもチャーハンばっかり食べてるんで新しいやつですね。あとジャスミンティーも頼みました。めちゃくちゃ美味しい。フォークで食べるらしいし、焼きそばっていうよりどっちかっていうと和風パスタみたいな感じですね。僕イタリア料理好きなんでめっちゃ美味しい。次は野菜と肉の餃子みたいなやつ。ほとんどほうれん草みたいな味かな。健康的で美味しいです。次はエビと鶏肉の小籠包。これもめっちゃ美味しそう。肉汁が口の中でめっちゃ飛び出してきて、すごい旨味があるし、エビは甘くて美味しいですね。Thank you.
後はドバイ最終日しっかり観光していきたいと思います。まずはこちらのセントレジスホテルの上の方にある展望台に行きます。まずはザビューというところですね。最近できた新しい展望台です。中にはスタバあるんですけど、ここのスタバめっちゃおしゃれですね。マークが緑色じゃなくて銀色。まずはこちらの通路を通っていくんですけど、すごいね、水族館みたい。全部バーチャルでできた水族館ですね。めっちゃでかいサメとかも泳いでます。床がパームジュメラになってますね。So there will be 7 steps in total. All we need to do is to step on the 7 steps. The first one is here. Please step on it. So after the step, move back to your position so you will see how they entirely shape the Palm Jumeirah Island. So this is the actual way that they have done during the construction of the Palm Jumeirah back in 2001. And it only took less than 6 years for them to complete the island.Hanging stuff on every footstep, so that's the only thing that we need to do. They started in this area 2001, and it only took 6 years for them to complete the whole island. So 2001 to 5, this island Palm Jumeirah is completed and existing already. By the year of 2006, the people and the residents start moving. So they mainly use 7 million tons of rocks.120 million cubic meters of sea sand coming all from the bottom of the sea, place it around the entire island to completely shape it as a palmy. Thank you so much. You can back to your position. قليلا لقد عشنا في البحر مع أصدقائي كانوا يبنون بيوتا وقلاعا رملية على الشاطئ وأنا كنت أحاول أن أبني في البحر.وكان للحقيقة والآن كثيراً ما أصبحتهم إلى مشروع المخرب المباني التي في البحر. دعونا نتحاور ونفكر في المستقبل ليكون لدينا جميعاً رؤية واضحة. Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story.Of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. Technology, it is one of the few islands in the world that can be viewed from space with the naked eye. Today, we welcome you to experience a pioneering summer of Dubai's transformation into one of the world's most exciting cities. Designed to inspire wonder, this unforgettable,Iconic and awe-inspiring journey brings the story of Palm Jumeirah to life for the first time.昔は海岸線が72キロしかなかったんですけど、こんな細かくなったんで、今は300キロ以上になってるらしいですね。ここの部屋はドバイのパームジュメーラの歴史について学べる場所になってます。2001年では何もできてなかったのに、2年後の2003年でこれだけ綺麗な形が出来上がったらしいですね。これが2008年のアトランティス・ザ・パームが開業した年ですね。2009年にはモレールとかも開通したらしいです。2011年はワン・オーリー・ザ・パームっていう、これも高級ホテルですね。いつかこのホテルも泊まってみたいんですけど。2020年は世界ギネス記録認定の噴水ですね。これは面積が世界で一番大きいらしいです。これはバーチャルの水族館かな。めっちゃ面白い。ここから展望台に行くのにまた並ぶらしいですね。
apenas pegar um quarto dia folga e é benefício, porque poderia ser até menos. Descansa muito. Exatamente. Mas é que... O número vai de 3 em 3, tão rápido. Então, aí não, a coisa não flui. É, se ele estava gastando tudo em hotel, ele poderia conhecer um hotel. はい、52階の展望台に到着しました。外めちゃくちゃ眩しいし暑いですね。これが撮影スポットかな。あそこにアトランティス・ザ・パームも見えてます。これがパーム・ジュメイラの入り口の方の景色ですね。こっちはすごい空いてるんですけど、でもこっちの景色もめちゃくちゃ綺麗ですよ。あそこにはすごい高い建物もありますし、あっちの奥に見えてるのがブルジュ・アル・アラブですね。ここからは観覧車を見ることができて、あそこが W ドバイで、ここがさっき泊まってたところですね。ここが一番メインのところですね。パームジュメイラが広がってるんですけど、一番奥に見えてるホテルがアトランティス・ザ・パームですね。ここはすごい人がいて、写真撮るのもなかなか難しいぐらいです。こんな感じでめっちゃ綺麗な景色ですね。僕去年60階のプールに行ったんですけど、まあ、そこよりはちょっと低いんですけど、でも十分綺麗です。最後はお土産屋さんに来たんですけど、あそこで写真とかも確認できますね。ここにはすごい派手な服が売ってますね。この D のロゴ見たらディズニーかなと思ったらドバイでした。ドバイのカバンとかも売ってて、この辺スタイリッシュですね。今アドレスビーチリゾートっていうホテルの近くに来ました。これすごくないですか。中空洞になってて、一回近くに来てみたかったんですよね。このホテルは1泊7万円以上するんですけど、ここに泊まったら一番上のインフィニティプールで遊べるみたいです。また今度行ってみたいですね。この辺りはドバイのマリーナとかビーチがあるんですけど、なんとねバイクは貸し出してあったんで、これ使ってみようかなと思います。1日使って20ディルハムなんで、だいたい800円ぐらいで結構安いんですよね。ただ1日って言っても乗り放題っていうわけじゃなくって、ドバイのいろんなところにこういうドッキングスペースがあるんですよね。なので45分以内にどこかのドッキングスペースに1回入れて、その後もう1回引き出したら、45分以内であれば何回でも1日使って OK らしいです。これで20ディルハムやったらめっちゃ安いですね。ドッキングの場所はドバイにいっぱいあるんで全然困らないと思うんですけども、とりあえず45分超えないようにこのバイク乗っていろいろ観光していきたいと思います。使うにはカリームバイクっていうアプリが必要なんですけど、そのアプリでこの QR コード読み取ったらこのロックが解除されて、直すときはガチャってするだけで OK なんで、使い方めっちゃ簡単ですね。電動自転車になってるんでめっちゃスイスイ進みますね。海の風もあって気持ちいいです。これやったら坂道とかも余裕ですね。あっちに見えてるアインドバイっていう観覧車の方にも行ってみたいと思います。今ラマダーンなんで観覧車閉まってるんですけど、外から見るだけでも綺麗ですね。これね、めちゃくちゃ坂になってるんですけど、電動自転車やったら余裕ですよ。こっちにはドバイの有名なビーチも見えてますね。あそこにウォーターパークもあって、すごい楽しそうです。観覧車の近くにやってきました。なんかシンガポールのガーデンズバイザベイみたいなやつがありますね。ここは普段いろんな店とかが開いてて、夜とかも賑わってるんですけども、今ラマダーンの時期っていうことで閉まってる店も結構多いんかな。この辺りはまた次ドバイ来た時にもう一回観光したいと思います。観覧車もいつか乗ってみたいですね。はい、今ドバイマリーナの方にやってきました。この辺は広場になってて、こっちがビーチですね。この辺散歩するだけでもめっちゃ楽しそうです。ここにはヘリコプターも止まってますね。実際に多分使ってるんやと思うんですけど、すごいですね。こっからヘリコプター飛んでみたい。このビーチはシャワーとか有料ですね。カバナに関してもお金がかかるようになってます。ここにジェラート売ってますね。だいたい50ディルハムなんで2000円か、めちゃくちゃ高いですけど、これ美味しそうですね。ちっちゃいジェラートやったら30ディルハムなんで1200円かな。これでもめちゃくちゃ高いですね。まあそこに見えてる白い高い建物が、あれ上まで上がってドリンクとかを飲めるやつですね。今日は僕行かないですけど、あれ1500円ぐらいで体験できるんで、行ってみるのもありやと思います。この辺がインスタとかでよく出てくる建物ですね。めっちゃ高くて、しかも色が統一されてるんですごい綺麗ですね。ここには水上アスレチックがありますね。こっからここまであってめちゃくちゃでかいんですけど、だいたい5000円ぐらいで体験できたと思いますね。これ上から見たら
アイラブエキスポ2020ドバイって書いてたと思うんですよね。ここには滑り台みたいなやつもあって楽しそうです。やっぱりドバイは隅から隅まで観光しようと思うと全然時間足らないですね。今日も僕これ楽しむ予定やったんですけど、ちょっと時間なくって、やっぱりドバイは1ヶ月ぐらい住んでみたいですね。縁日みたいなところも発見しました。これはスターウォーズのキャラクターですよね。10デルハムなんで1回あたり400円ぐらいかな。アームがめちゃくちゃでかいですね。で、こういうゲームもあって、これは15デルハムやから600円とか、面白そうやな。ポケモンがゲットできます。バスケットボールのゲームがあったりとか、あれはサッカーかな。こっちにはメリーゴーランドとかもありますね。10年前ぐらいの小さい頃を思い出せてめっちゃ楽しかったです。Hello. ではスカイビューオブザバトリーというところにやってきました。ここが52階ですね。展望台になってて、ちょうどいい場所にブルージュハリファがあるんですよね。すごい綺麗に見えます。この辺りがちょうど木の噴水があったところですね。これは800メートル以上高さがあって、スカイツリーが634メートルなんで、それよりさらに200メートル以上上ですね。ここの観光地の名物は展望台じゃなくて滑り台なんですよね。すごい綺麗な写真が撮れるっぽいんで、今から滑り台の方に行きたいと思います。滑り台はちょっとだけ並んでましたね。全面ガラス張りの滑り台なんで、ちょっと怖いかもしれないです。皆さんこんにちは、レオです。僕は今ドバイ国際空港に来ています。今からエミレーツ航空のビジネスクラスを使って Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and sail out to New York City.And